なんかさ、今さ、まあ多分、まあいいや。今俺、あの、カツ丼取りってさ、開けた瞬間にバイクでブーンって、待っちゃうっつって言ってるクソガキいたんだけど。ちょ、本当にやめてほしいんだけど。開けた瞬間にバイクでブーンっつって。じゃあ本当にそれはあの俺ちょっと過度なそういうの許さないからな本当に、うん、あのマジで。幻聴じゃなくて、うん、分かんない、もしかしたらなんか、うん、なんだ母音でなんかなるかな、ははー、うん、ははーっつって、いや、ウーバーの人とは、あの、会っちまった、置き配だったんだけど、アプリでウーバーの人来てるって言うから、行ったら、まだ置かれてなくて、開けた瞬間に、あの、ウーバーの人と気まずい空気になって、あ、向こうも、あ、ちょっと待って、お、すいません、つって。あ、じゃあこれいただきます。待っちゃーおっつって。うん、もうカオスだった、まあ、でも、とりあえず食うわ。うん、とりあえず食うわ。腹が減っちまったから。いただきます、いただきます、いただきます、カツ丼です、いただきます。うまいねー、うまいわ、うわ、なんだこれ、いや、しみる、しみるな、しみる、マジでしみる。やっぱだしの味だよな、マジうまいわ。あくっ、あくっ、卵、かつ、だし、最高のコンビネーションだね、これは。うん、うん、熱々だわ。まあこれは、これ波でいいわ、めっちゃ入ってるわ、これ、ご飯が敷き詰められてる。うん、でさ、この三つ葉の部分がよ、またちょっとこの三つ葉のだし吸ってんだよ、ここだけ、卵が。ここがまたいい。あー、水葉がうまい。うん、この分厚いカツがさ、うん、卵とだしを吸ったこの衣にね、うまい、うまみがめちゃめちゃ吸ってるのをハゴフです。うん、激うま。おお、激うま。うん、七味ぶっかけるうまいぞ。おー、七味ついてませんね。うん、でもいいや、下に取り行くのがめんどくせえから、今この状態のまま食いたい。うん、うん、クーラーの効いた部屋で激アツのさ、カツ丼うまい。うん、もうなくなっちゃう。ああ、うますぎる。うん、うん、止まらん。うん、で、
口の中がもう薄皮がめくれてる状態なんですよ。で、それでちょっとあの買っちゃったんです。うん、カツ丼にコーラ、うん、デブまっしぐら、いいんです今日ぐらい。8月1日なんだから、だって。あー、うめえなー、口ん中がシワシワだ。いや、やっぱ缶のコーラが一番いい。ペットよりも、ペットよりもやっぱ缶よ。で、口ん中が冷やされたから激アツの飯が耐えられる。あー、マジでうめえ。うん、うん、腸も動いてきたわ、コーラとカツ食ったら。あく、卵がトロトロ、ご飯はだしすんごい吸ってて、どこ食ってもうめえ、ご飯が。うん、カツ丼久々に食べたな、マジで久々に食べたわ。これはね、うまいよ、カツ丼は。もうなくなっちゃう。うん、なくなっちゃう、もう、うん、なくなっちゃう、もうなくなっちゃうよ。悲しすぎる。もうご飯がこんだけしかない。なくなっちゃう。大盛りにすればよかったと後悔している。この三つ葉のさ、溜まったここのカツの部分を。終わっちゃう。あ、終わっちゃう。終わっちゃう。やだ。もっと食べたい。もっと食べたい。米一粒も残さず食らってやるわ。この野郎。まだ満足しない。ひじり一つ一粒一粒をなくさず。最後のカツとご飯です。もうこんだけしかないです。一口じゃダメだな。まずは半分。じゃ、もうこんだけしかない。うん、あと最後はもう駆け込みましょう。米。ひじり一粒一粒をすべて寄せ集めて、あとは吸い込んで咀嚼もしないで飲む。行きましょう。幸せすぎる。口の中幸せすぎる。そして、そしてこれですよ。コカ・コーラいただきます。あー、うめえな。キンキンに冷えててうめえや。あー、うまいわ、マジで。ああ、
ああ元気でんな。うわ元気出るわこれ。美味しかった。まだ食べたいけど本当は。これ我慢我慢。いやこれはね皆さん、明日絶対カツ丼食べたいでしょ。これね、いやパーフェクトなあのものですよ。卵、カツ、三つ葉、米、最高。うわあのね、でもおすすめがありまして、ぶっちゃけね、今 Uber で頼んだらカツ丼1個900円とか1000円弱ぐらいだったんですよ。で外でカツ丼食べたとしても多分700円ぐらいすると思うんです。本当におすすめなのは半額のとんかつ、切れかつでもいいよ。でそれを、まあ、やっぱ20時とか19時とかに買います。でトースターでチンして周りをサクサクにして自分で作るのが一番いい。これカツ丼300円前後で食べれます。はい。ああ。